有理数、隙間を埋めると、ほら、実数。こんにちは、山田くと申します。今日は普段我々が当たり前のように使っている実数が一体何者なのかというところを解説していきたいと思います。実数の前に、まず有理数がどういうものだったか確認しておくと、有理数とは整数分の整数の形で表されるものを言うんでした。 ま、厳密なことを言えば、整数からなる間を極所化してできるものということにはなるんですけど、この動画のメインテーマは実数の定義なので、この動画では有理数についてはあまり深くは触れないでおきますね。ということで、実数の定義って一体どうなってるんですかということなんですけど、これに対して某 Y 君はこういうふうに答えました。有理数と無理数を合わせたものが実数やと。 で、これを聞いていた先生が、じゃあ、無理数の定義はと。こういうふうに Y 君に尋ねると、Y 君は、あれなんかおかしいぞと。こういうふうに気づくわけですね。結果的に、有理数と無理数を合わせて実数というのは正しいんですけど、これは実数の定義ではないんですね。実は、有理数じゃない実数のことを無理数というふうに定義するので、 無理数を定義する前に実数をちゃんと定義しておく必要があるんですね。ということで、ここが Y 君の回答の良くないところやったわけです。じゃあ実数はどういうふうに定義したらええんやというと、実数の連続性行為というものが鍵になります。ということで、この動画では実数の連続性行為を通して実数の正確な定義を理解しましょうっていうのを目標にやっていきたいと思います。 でこの実数の連続性交流を理解するには順序体というものを準備しておく必要があるのでこの動画まずは順序体がどういうものかっていうところから入っていきたいと思います。集合 X が順序体であるとは簡単に言えば3つの性質を満たすことを言うんですけど、まあ、この一つ一つはこの後でちゃんと説明するとしてここでは大雑把にこういうものですよっていうことを紹介したいと思います。 まず一つ目の性質は、x で四則演算が適切にできますよと。で二つ目は、x のすべての元動うして順序が定まってますよと。で三つ目は、x の演算と順序の相性がいいですよと。この一つ目の演算っていうのと二つ目の順序が相性いいですよというこの三つを満たすときに。 集合 X が順状体であるという風に言うんですねでこの順状体の具体例どんなんやねんっていうと皆さんよくご存知のものがあります何かというと有理数全部の集合これ太文字の Q で一般に表しますけど有理数の四則演算って我々普段考えてますねでなおかつ 有理数の2つの弦を取ってくるとそいつらで大小関係って絶対決まりまりすよね。例えば3と5を取ってくると5の方がでかいマイナス2分の3と1を取ってくると1の方がでかいみたいにどの2弦を取ってきても順序代償関係がありますよね。で3つ目。 この相性がいいっていうのは何かっていうのをまだ言ってないんですけど後でちゃんと説明していくんですけどこれもちゃんと満たすので結局9は順序体ですよというのが分かるんですねということで今から3つ定義見ていくんですけど全部9をイメージしていただければ理解するのにそんなに難しいことはないと思いますということで今からこの3つの性質まあ、つまりこの3つの定義見ていきましょうまず1つ目 X で四則演算が適切にできるっていうのをきちんと言おうとするとただしここではざっくりバージタイの,のきちんとした定義については以前の動画で詳しく説明しているのでそちらを参照してくださいということで今からこの対の定義見ていきますね集合 X に足し算 の掛け算を考えましょうで今度は足算と掛け算が例えば結合法則交換法則分配法則みたいな良い性質を満たすとしましょうでなおかつ0で割る以外の四則演算ができるとしますこの時プラスと掛けるを備えた集合 X のことを対と言いますよと で、ここで、あれ四則演算ってここで言ってるのに、定義してんの足すとかけるだけちゃうんかというふうに疑問を持った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、例えば5、5引く2イコール3という引き算は、もともと3足す2イコール5っていう足し算からできたもの。で、同じように、割り算も掛け算からできたものなんですね。ということで、引き算と割り算は、足し算と掛け算、 を定義すると自然に定義されるものなんですねということでこの足し算掛け算を定義してまあ、ある程度いい性質を満たしていてで自然に定まる四則演算について0で割る以外ができる時に x を対と言いましょうというこういうわけですねこれが一つ目の x で四則演算が適切にできての意味ですで二つ目いきましょう x のすべての原動詞で順序が定まっているっていうのをきちんと言おうとすると全順序というものを定義する必要がありますこれはそんなに難しいことを言ってません集合 x の原に一列の大小関係小なりイコールが定まっているとしましょうこの時小なりイコールを全順序と言ってこの小なりイコールを備えた集合 x を全順序集合と言いますよと やっぱりイメージは9ですね9の中では一列の大小関係が決まってますよねなので全順序集合になってますよとただしやっぱりこの定義もなんとなくざっくりやなという風うに思った方もいらっしゃると思います 本当はこの動画の中で順序についてきちんと説明しようと思ってたんですけどかなり長くなってしまうということで先々週ぐらいに順序だけについての動画をアップしたんですねということで数学における順序がどういうものか知りたい方はぜひ動画概要欄のリンクからこの動画と合わせてご視聴くださいただまあこの動画では全順序っていうのは一列に対象関係のある集合のことですよこれぐらいの理解で大丈夫ですでは3つ目 演算と順序の相性がいいっていうのがどういうことか定義しておくとこれきちんとした言葉を使うなら演算と順序が両立するという言い方をします。でこれがどういう定義かというと集でらに集合 X に全順序小なイコールが定まっているとしましょう。 でこの時2つの性質を満たしていればこの x の演算プラスかけると順序小なりイコールが両立するというんですねはいどういう性質かというとまず1つ目 A 小なりイコール B だったとすると A プラス C 小なりイコール B プラス C が成り立ちますよとつまり両辺に C 足した過程大小関係変わりませんよっていうのが1つ目の性質で2つ目 A も B もゼロ以上であれば AB かけたかてゼロ以上ですよっていうのが二つ目の性質この二つを満たすときにプラスかけると小なりイコールが両立すると言うんですねでこれはやっぱり Q で考えてるとどっちも当たり前の性質ですよねということでやっぱり Q は順序体だなということが見て取れるわけですねということで今体と全順序と 演算と順序が両立するっていうこの3つの定義を見たわけですから、はい、今のこの最初の順序体の定義っていうのはこういうふうにきちんと書けるわけですね。集合 X が順序体であるとは次を満たすことを言いますよと。X に定まっている足し算と掛け算で体になりますよと。で X に全順序小なりイコールが定まってますよと。 で、さらに、x の演算プラスかけるっていうのと、順序、小なりイコールが両立しますよっていうこの3つを満たすことを言いますよと。これが順序体の定義ですよと。こういうわけですね。これで順序体の定義が終わったので、次に実数の連続性行理がどういうものか説明していきますね。実は、実数の連続性行理って、 いくつもの同値な表し方があるんですね。ここではその中でもメジャーな上限性質に限って説明していきたいと思います。他の同値な表し方として有名なものではデデキントの切断行為とか呼ばれるものがあったりするんですけどここではやっぱり上限性質に限って話を進めたいと思います。で、この上限性質を理解するためには順序集合における 上に有拐っていうものと上限っていうものこの2つの概念が必要になるので今から定義していきますねまず上に有拐の定義から見ていきましょう全順序集合、X、を用意しましょうつまり全ての弦で一列の順序関係があるような集合ですねこいつにおいて部分集合、A、を取っていきます でこの a が上に有拐であるっていうのはこういう性質を満たすことを言いますよとうまいこと x の弦 m を取っていきましょうそうすると集合 a のどんな弦を取ってきたとしても m 以下ですよとこれが成り立つ時に集合 a は x の中で上に有拐であるというんですね図で見ときましょう 今 x は全順序集合と言っているので、まあ、こういうふうに一列に順序が並んでいるというふうに考えますでこの中で集合 a を考えるわけです例えばこういう集合が集合 a だったとしましょう集合って言ってるだけなので全然とびとびのものを考えてもいいですねでこの時例えばこの辺の m を取ると集合 a の中の をここにとってもここにとってもここにとってもここにとっ,ってもどこに取ったとしても絶対 m 以下ですよね。ということであここのの集合 A は X の中ででで上にすすねねとこう言えるわけです、ね、要はこの集合 a がここ以下ですよっていう頭打ちにしてくれる弦を取ることができればその集合は上に有拐だというふうに言えるわけですね。 で、この頭打ちにしてくれる M ですね。こいつには名前がついていて、こういう M のことを A の上階と言いますよと。なので、もちろん、ここ上階ですね。ここも上階です。はい、他にもここも上階ですね。ということで、上階は一つとは全然限りません。 であとですね上階っていうとなんかすごいいっぱい集まってるような気がするんですけど上階って集合じゃなくて一つの弦のことを言うので注意してくださいなのでここの点が一つの上階ここの点も一つの上階というところに注意してくださいで次に上限の定義いきましょう上限とはこういうふうに定義されますよと全順序集合 x を用意しましょう この時に上に有快な x の部分集合 a を用意しますで上に有快って言ってるので上階が存在しますねでこの上階のうち最小なものまあこれが存在するとは限らないんですけどこういうのが存在したとするとそいつのことを a の上限と呼びましょうとでこの上限英語でスープリマムっていうので この初めの3文字を取ってきてスープ A と表しますよと。なのでこの図では例えばここも上階ここも上階ここも上階っていう感じでしたけどこの中で最小なものはって言われるとまあこの辺にありそうですよねということでこういうのを上限と言いますよと。はいまあちょっとこの辺にありますよっていうのは若干怪しいところはあるんですけどイメージはこういうものです。 じゃあ具体的にどういうのが上限なんですかっていうのを見ておきたいんですけど例えば有理数の集合の部分集合 A としてこういうのを定めましょう2未満の有理数全部集めてきた集合これを A としましょうとこうするとですね例えば3は上階ですね4も上階ですね2.5とかも上階 でもちろん2も上階なわけですけどもでも2よりちょっとでも小さくすると上階じゃなくなっちゃうんですね。ということで上階のうち最小なものは何ですか ?2 ですね。ということでスープ A は2になるわけですね。はい、じゃあ例えばこういうのも考えましょう。9の部分集合 B として。 x2 乗が2未満であるような有利数全部集集めてきた集合こいつを b としましょうと。これ我々実数の範囲ではじゃあこれルート2が上限なんやろうなというふうに考えるわけですけどでもこれ残念ながら今全体の集合が9なんですね。なのでこれ実は9の中では上限存在しないんですね。 ここで重要なことは必ずしも、Q、の部分集合が上限限持つ度は限らへんででとというところですねさっき上階のうち最小のものが存在するとは限らないんですけどみたいなことを言ってたのはこういう意味だったわけですね。ここまで理解できれば上限性質がどういうものかわかるので定義説明していきますね。x を全順序集合としましょう。この時 空でないなおかつ上に有害な X の部分集合を取ってくるとこれが必ず X 上に上限を持ちますよという性質を満たす時この全順序集合 X は上限性質を満たすすというんですね例えば有理数全部の集合 Q に含まれる集合 b を先考えました。 この集合 B はもちろん空じゃないですし、例えば2が上階になっているので上に誘拐です。でも B は9乗に上限を持たなかったわけですね。スープ B が9乗に存在しなかったわけです。なので、この9は上限性質を満たさないということになるわけですね。なので、この必ず っていう部分がめちゃくちゃゃく重要なんですね空でないなおかつ上に誘拐やけど上限を持ってないような部分集合が1つでもあれば上限性質を満たさないということになるわけです。なので上限性質を満たす全順序集合は「 部分集合が空じゃないなおかつ上に誘拐やったらいつでも上限を持つぐらいにぎゅうぎゅうに詰まってる集合ですよと言えるわけですね。一方上限性質を満たさない「9」みたいな集合は「空じゃなく上に誘拐でも上限を持たない集合があるくらいスカスカな集合だと言えるわけですね。ということで。 この上限性質がどういうものか説明したので、やっと実数の定義を説明することができます。これが実数の定義です。上限性質を満たす順序体のことを実数帯と言いますよと。で、実数帯の弦を実数と言いますよと。つまり実数帯は9のように順序体になってますよと。で、それに加えて、 空でなく上に有拐な部分集合がいつでも上限を持ちますよってぐらいギュッと密になっているというわけなんですね。でこの実数が持つ上限性質を実数の連続性行為というんですね。ただこの定義を有理数の世界の人たちが聞いた時「えそんな集合ほんまにあんの?」って感じると思いませんか 我々は数直線というものに昔から馴染んでるのでなんとなくいつでも上限がありそうな気がするかもしれないんですけど実数を定義する前の有理数の世界の人たちにとってはこういう B みたいな自分たちの世界の中に上限を持たない部分集合の存在を知ってるので上限性質を満たす順序体って本当にそんなん存在すんのと少し怪しいわけですね。 こういうのって数学ではかなり大事なんですけど、例えば、二つの内角が90度の三角形を超直角三角形という、みたいな定義を聞いたとき、いやいや、三角形の内角の方は180度なんやから、そんな三角形ないやろと思うわけですね。つまり、定義するのは勝手なんですけど、 それを満たすようなやつが本当に存在するのかっていうのはまた別の話なんですね。なのでこういうふうに実数を定義するのは勝手ですけどいやいやそんな順序体ないでってなってしまう可能性もあるわけです。ちゃんと存在を証明しておかないと。でも安心してください。実数体ってちゃんと構成することができるんですね。作ることができるんですね。 なので、ちゃんと存在することが分かってますよと。どうやって作るかというと、有理数体 Q を完備化することで得られる順序体は実数体になるということなんですけど、この完備化が何かというのは、この動画では詳しくは説明しません。でも簡単に言えば、スカスカやった Q の隙間を埋めていって、 上限性質ををを満たす順序集合作作る操作を完備化というんですねなのでこの動画の一番最初に「有理数」「隙間を埋めるとほら実数」ってふざけた川柳言ってたんですけどあれを詳しく説明すると有理数全部の集合9の空でなく上に愉快な部分集合が必ず上限を持つように隙間を埋める「完備化」という操作をすると「 実数体が出来上がりますよとこういうい意味やったわけですねこの他にも実数体を構成する方法はいろいろあるんですけど Q の完備化がよくある方法なのでここで簡単に紹介しておきましたちなみに有理数隙間を埋めるとほら実数に下の句を付け足すとすると埋まった部分は無理数と呼ぶとか言えるわけですねで最後にもう一つ実数体を構成する方法は他にもありますよ でさっきボソッと言ったわけですけどどういうふうに構成したとしても全部同一視できますよってことがちゃんと証明できるんですね。なので上限性質を満たす順序体は本質的に一つしかないことが言えるわけです。はい最後のところは少し難しくなってきたかもしれないんですけどともかく実数体というのは四則演算ができて順序が一致列に定まっていてで演算と順序の相性がいい。 なおかつ空でなく上に誘拐な部分集合が必ず上限を持つようなもこれが実数体でその弦を実数と呼ぶんですよというまとめになるわけですねそれではこの動画はこれで終わりとしますこの動画が良かった方はぜひ高評価チャンネル登録コメントをお願いしますそれでは最後まで見てくださってありがとうございました